ひなチャンネル。今日はうるせいやつら21話感想会ね。今回は純粋無垢なラムちゃんたちが見れるとても微笑ましい回です。いやこれ純粋無垢なのか、悪質ないたずらやろて。コスモティーチャーシーエオーズコミックス18巻ね。この時代から中二病読みってあったんやね。惑星教師と書いてコスモティーチャーだからね。中二病ルビ読みの先駆けかもしれないわ。バスタードが起源とも言われてるけど、うるせえやつらの連載はもっと昔だしね。高橋先生は天才だな。まずはいつもの喫茶けたぐりで幼なじみが集まり、みんなでお茶会ね。お客の男性陣もラムちゃんたちの可愛さに夢中。お目が高いですね。ラムちゃんの幼なじみは美人さんしかいません。性格は全員なあがりですが、この幼なじみ4人が集まったのは初めてかな。なんか新鮮。スケバン3人組カランちゃんとラムちゃんのペアが多かったもんね。意外と幼なじみ初の勢揃いかもね。珍しくおゆきちゃんから誘いの理由はウニ星開拓の話。そこでラムちゃんたちは忘れてた記憶が蘇る。それは惑星小学校の金属教師シエオツーのこと。この前のカニ先生もそうだけどさ、宇宙ではロボットの先生ばっかだよな。しかも癖が強いやつらばっか。小学生のラムちゃんたち服装がそれぞれとっても可愛い。ラムちゃんは虎島のチューブトップ、原作のワンショルダーワンピースから変更。ランちゃんもチューブトップワンピース。おゆきちゃんと弁天は今の衣装を子供用にした感じ。小さい頃から露出な服装だったんだな。宇宙人って肌を出すの好きよな。おゆきちゃんは違うけどね。コスモティーチャー CAO2 の変更点は、下駄で歩いていたのがキャスターに、上半身の顔が液晶表示になり、下半身がスピーカー。最先端の技術を取り入れました。先生のことを観察しすぎやろ、よほど好きなんだな。そしてスピーカーからガランゴロンと言いながら歩いてくる。あれかな、無音で近づいてくるとぶつかって危ないからかな。プリウスも初期は気づいたら後ろにいたりして怖かったもんね。今は低速走行時にわざと音を出して周囲に知らせてるけど、やっぱり静かだよね。最近の自動車は本当に静かだよな。昔いた暴走族のようなやつらも静かになったんかね。時代は令和の SDGs よ。みんなが環境を大事にして静かなはずよ。知らんけど適当なやつやな。そして声が源田鉄章さん、さすがです。金属でできたキャラには源田さんしかいない。ターミネーターか CAO2 か、この声にはかなわない最強声優。他にはシティハンターの海坊主や南北少年パプワくんの丹野くん、上げ始めたらキリがない。旧作ではレイの声を担当してたわ。ターミネーターと CAO2 を一緒にしてほしくないよな。ターミネーターファンが怒るぞ。私から見たら同じロボットよ。先生が来ても遊んでるラムちゃんたち、そりゃ怒られるよね。弁天が怒るのは筋違いだけど、とにかく小さい頃の弁天とラムちゃんは気性が荒い。気に食わないと先生を破壊してしまおうと考える。学級崩壊どころじゃないけど、おおらかな時代だったのかしら。この二人はやばいよな。ランちゃんとおゆきちゃんがまともやもん。この時のランちゃんはまだ二重人格じゃないよね。可愛いいたずらとして先生の頭に500トンの重りを落とそうとする3人。でも頭に落とされても気づかず平気な先生。挨拶でお辞儀したらすぐバレて全員げんこつ。ツッコミどこ満載だな。可愛いいたずらじゃないし、頭に500トン落ちても気づかないとか、どんだけ頑丈なんだよ。そんな思い出話をしていたら当たると面倒が生えてきた。小学生の頃はわんぱくだったんですね。で終わらせられる面倒もすごい。犯罪レベルよ。おゆきちゃんの自分の得にならないことはやらない性格はこの頃から健在だったわね。ランちゃんの巻き込まれ癖も小学生になっても続いててかわいそう。ちゃんと断れる性格だったら大人になってもひねくれなかったのにと思うと、子供の時のお友達は重要よね。特別すぎる友達よな。ある意味楽しそうな友達だよな。そんな思い出話を聞きながら冗談半分で当たるが言った、ミサイルでも打ち込めよかったんだに。本当にミサイルを打ち込んだというラムちゃん、あまりにあっけらかんと恐ろしいことを言うから、さすがの当たるも絶句。ミサイル打ち込むという行動力がすごいよな。性格ぶっ壊れてる。小学校に3人で支えないと打てないミサイルを持ち込む弁天。どっから持ってきた、この小学校持ち物検査しないとダメでしょう。でもミサイルを打ち込まれても元気な先生。まあ生身の人間じゃないからね。セーフセーフ。頑丈すぎよ。この先生はなんでできてんだよ。さすがに仕留め損ねてやばいと思ったのか逃げる幼女たち。先生はジェット噴射機能もついてるので単体で飛行できます。ウニ星に逃げ込み、長い棘の部分に先生を引っ掛けたままラムたちは逃走。うまく引っ掛けたよな。最初の映像では刺さってるかと思ってた。そしてそのまま放置して今に至る。恐ろしい。そんなヒロインいますかね。当たるも面倒もさすがにドン引きだけど、うちもドン引きだわ。そこへガラスを割って入ってくる黒板消し。何にもしてないおゆきちゃん以外を
チョークの粉まみれにして帰っていく先生。何年も置き去りにされたのに、これだけで満足して帰るって優しすぎる。先生って存在はいつまで経っても生徒を思いやってくれてるんだと思いました。これ思いやってんのか。よくこの4人の場所も分かったよな。先生のスペック高いわ。コスモティーチャーだからね。 A パートはここまでね。ひなチャンネル、ひなチャンネル。 B パート、アナ恐ろしや、わら人形、コミックス22巻ね。機嫌のいい涼子が部屋で何かを作っている。あれ、どう見てもわら人形。服装もイカれてるというか、魔術師みたい。黒魔術っぽい服装やな。面堂の部屋行き、持っていたわら人形を見せると周太郎そっくりの髪型。察する面堂に試すと効果抜群。兄のわら人形を作る妹、恐ろしい。今回は女性たちの恐ろしい姿を見せられる30分になりそうです。確かに A パートも恐ろしい姿だった。妹に刀を向けるなんてと言いながら、わら人形に五寸釘を打ち込もうとする涼子。こんな妹でも大事にしてくれる面倒、もっとねぎらってあげて。とんでも妹ととんでも兄貴だな。わら人形のあまりの効果に恐ろしくなった涼子、我慢できなくてついついわら人形にひどいことをしちゃう。本当にサイコパスだよな。確かにちょっと面白くてやってみたい気持ちはわかる。そしてその旅姫をあげる。面倒役の宮野さんの声が面白くて好きよ。自分で持っておくことができない涼子は、信頼のおけるあのお方に預けることに。高血当たるが、絶対に自分よりもひどいことをしてくれる姿を想像して楽しむためだ。お兄様をおもちゃにすることを何より楽しむ涼子らしい。これ当たるに渡したのはそういうことだったんか。心から信頼してるのかと思ったわ。そんなわけないでしょ。翌日不安になりながら学校へ行く面倒。わざとじゃないけど、当たるの居眠りで鉛筆がわら人形の胸に刺さってしまう。体育の時間も腕立て伏せで潰れる当たると一緒に面倒も潰れちゃう。当たるも女の子が出てくると無限の体力と気力が出てくるけど、体育の時間は普通の男子生徒の体力なので。ガールズハントで鍛えてそうなのに体力なさすぎよな。頑丈さはコスモティーチャー並みだけど。当たるを疑う面倒。当たるが忍を褒めて、それをどうでも良さそうに怪力で押しのける忍が良い。元はカップルだったのに今では全く気にしてない良い関係。いい別れ方したのね。あ、ちゃんと別れたシーンあったっけ。ラムちゃんが暴脱した感じよね。この時当たると一緒に面倒も壁にめり込んじゃ。このめり込む描写って最近の漫画でもあるのかな。興味見かけんよな。昭和って表現豊かよね。当たるがラムの電撃食らうことで、わら人形を当たるが持ってるのを確信する面倒。この時当たるはまたいつものサンデーを呼んでる。何度目だそのサンデー。早く魔王の庭を呼んでくる。マジでいつもこればかりよな。家だけじゃなくて学校にまで持ってきてるのすげえわ。肌身離さず持ち歩くぐらい好きなのよ。今度は龍之介にちょっかいを出して殴られそうになる当たる。そこへ身を挺して助ける面倒。面倒が男に親切にするわけはないんだよね。これ守る意味ないよな。二人ともダメージ受ければいいだけだしね。まあここは自分だけが殴られるより当たるも一緒に殴られた方がすっきりする気もするけどね。ラムちゃんは感動してるけど、次は屋上でバレーボールして落ちそうになるところを助ける。身代わりになる瞬間の面倒の表情がイケメンすぎる。待って待って、よく屋上で何かをするシーンって漫画やドラマで見ることあるけど、立ち入り禁止じゃないの。小中高と屋上に行ける機会なんてなかった気がする。友引高校よ。こんな自由な学校が立ち入り禁止なわけがない。友引町は全てが自由だもんね。屋上からすごい勢いで落ちてもかすり傷程度で終わらせれる面倒。でも指はしっかりルミコポーズ。あれはルミコポーズと呼ばれていたのか。今更なコメントはやめて。今日一日助けてくれる面倒に感激するあたる。アタルの胸をなでなでする面倒。急にそんなことされたら確かに気色悪い。アタルが胸をなでられるのは気持ち悪いわ。我慢ができず単刀直入、懐のものを出せと迫る面倒。とにかくすぐに刀を向けるし、どこから生えてくるのかも謎。折れても次から次に出てくるし、見えないところにサングラス舞台が隠れてるのかな。異次元ホールでも持ってんじゃね。そういや異世界おじさんも最終回になったわね。感想よろしくね。時間が許してくれない。懐のものと言われ小さい財布を出すあたる。大金持ちの面倒がカツアゲするなんてよほどの事情があると思ったのか。意外と優しいあたる。単なる嫌がらせのような気がするわ。面倒はわら人形を欲しがってるのが分かっても涼子からの預かり物を簡単に渡せない。しかもどうして欲しがっているのか理由を知っちゃったら絶対に渡さない。使い道はただ一つ、思う存分釘を打ち込むしかない。ものすごく凛々しい顔をして釘を打ちまくるあたるが面白かった。この作品サイコパスばっかだな。家に帰った面倒は夜中に黙々とあたるのわら人形を作る。材料は涼子にもらったのかな。
黒メガネたちに準備してもらったんじゃね。あいつらどこにでも行くしね。そして次の日にはお互いの藁人形を使って攻撃。もう直接やり合うのと何が違うのかわからない。周りも呆れちゃうけど、この二人の喧嘩はほっとくしかない。やっぱり仲がいいんだよな。今週はどちらもドタバタの楽しい回でした。ラムちゃんたちのえげつなさも、当たると面倒のアホさも、うるせえ奴らには必要不可欠。宮野さんの声もいちいち面白かった。ギャグ漫画らしいエピソードだったよ。そもそもがギャグ漫画よ。来週はアホビンコビンと愛が触れ合う時、ついにキツネも出てきます。このキツネ見たことあるかも。どちらもとってもいいお話よ。そして再来週は2クール最終回、決戦トモワンクイーンコンテストで1話使うようですね。寂しいけど楽しみです。再来週で最終回か。半年間も感想お疲れ様やね。まだ終わってないから勝手に終わらせるな。あと2週間お互い頑張ろうかね。3クール目が来たら復活するからね。期待してますせ。そいでは本日の動画はここまでです。最後までご視聴いただきありがとうございました。少しでも良かったと思ったらチャンネル登録と高評価よろしくね。